種芋を植え付けて18日経ちました。はい、寒さがぶり返して、昨日まで最低気温が0度だったり氷点下だったり、ちょっと寒かったんですけど、やっと明日から気温が落ち着いて上がってくるようですので、ちょっと見てみましょうか。去年の春の収穫残りのもうふにゃふにゃだった芋を植え付けた男爵と、そしてデストロイヤクとグランドペチカが特にどうなってるか興味深いと思うんですが、じゃあ、はい、被せてある不織布をめくってみます。はい、はい、まずは去年の収穫残りのふにゃふにゃだった種芋を植え付けた男爵3個はどうなりましたか。はい、これこれこれ、ね、これこれこれ、はい、ちゃんとあの出たね、しっかり芽は出てます。はい、こんな感じで、うまく芽が出てますね。はい、はい、全部出てます。出てます。はい、続いて購入したアンデスレッド3個は、はい、3つですね。あ、3つ、これ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 、これ、ね、あ、そうですね、はい、はい、無事全部発芽してます。出てます、ね、はい、こんな感じですね。はい、はい、続いて保存性はいいけどなかなか芽が出なかったトカチコガネはどうなりましたか。3個です。はい、はい、どう、こっちはやっぱりあれですね、あ、まあ、今までのより芽は小さいですけど、ね、ちゃんと出てます ね、はい、これとこれとこれと出てますね。はい、そしてこれです。はい、あ、そうやね、はい、はい、3個全部発芽してます、はい、まあ、だから続々とこう出てきます。そうやね、こう、はい、こんな感じで出てます。そして最後に男爵と同じですが、去年の春の収穫残りのもうふんにゃふにゃだった種芋を植え付けたデストロイヤーことグランドペチカ4株はどうなりましたか。はい、はい、出てますね。1個、はい、2個、3個、あ、全部出てるね。全部出てます。はい、全部出てます。はい、はい、これがデストロイヤーことグランドペチカ、はい、はい、全部発芽しました。はい、こうして芽が出たのを確認して約10日経って、はい、こうなりました。一旦芽が出るともう10日ぐらいでこのぐらい伸びてきますね。そうですね、はい、ちょっと見てみましょうか。はい、こうやって見ると品種によって、まあ、咲く花の色合いもちょっと違うんですけど、葉っぱもね違います。これが男爵です。ちょっと丸みがありますよね。はい、はい、そしてここがアンデスレッド。アンデスレッドの葉っぱはこんな感じでちょっと尖って平べったい。そうですね、はい、そしてトカチコガネです。トカチコガネももうこのぐらいまでなりましたね、はい、結構立派に育ってきました、うん、はい、こんな感じで丸みがある。はい、そしてデストロイヤーことグランドペチカは覆面レスラーの割には、はい、こんな感じで丸みが多少あるっていうね。そうですね、はい、あの優しいレスラーということが分かりますね。はい、はい、それでは、はい、芽かきをしていきましょう。はい、はい、それでは芽かきをします。芽かきっていうのは結局のところ間引きなんですけど、だいたいこうした草丈が10センチぐらいになったら芽かきをするタイミングと言われています。はい、はい、そして何本に、この芽をね残すかっていうことがよく言われるんですけど、残す本数が多いとできる芋は小さいけどたくさんできます。そして残す本数が少ないとできる芋は大きいけど個数は少ないっていう感じになってきます。なので、まあ、私たちはいつも基本2本にしています。だいたい2本か3本に残す人が多いと思うんですけど、お子さんやお孫さんと芋掘りをされるご予定がある方は、あの株数が多かったらところどころ1本にしておいてあげるとね、大きい芋ができたって言ってね、喜ばれるんじゃないかなと思います。はい、私たちはもう基本2本にします。ただね、2本に残してもあのこの芽かきをした後に、また芽が出てきたりするんですよね。で、まあ、それをまた律儀に2本にしないとって言って、あの、まあ、間引いてもいいんですけど、私たちはもうこの段階で2本にして、その後あの出てくるのはもうほったらかしにしています。はい、それではこれちょっと男爵ですけど現状を見てみます。はい、今どのぐらい本数があるかというと、こんな感じになってまして、1本、2本、はい、3本、はい、いっぱい出てるね、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12本ぐらい出てますね。はい、こんな感じになっています。これだから
去年の春の収穫残りのふにゃふにゃだった芋を植え付けてるんで、芽がもうすでにたくさん出てたんですね。そうですね、出てましたね、はい、でこれで大きい芽をできるだけ残して、で可能な限り芽が残す芽が、まあ、できるだけ離れてた方がいいと言われてますので、まあ、それはどっちでもいいと思うんですけど、本数を2本にするように抜いていきます。で、芽かきの方法なんですけど、これ何も考えずにこうやってグーンと抜いてしまうと植え付けた芋ごとゴボッと出てきてしまいますので、で抜くときは、できるだけ、根っこがついた状態で抜けると、その後芽が出にくいので、指をできるだけ深く突っ込んで、で反対の手でこう地面を押さえてですね、で芋が出てこないように押さえて、で指を深く突っ込んで、でよいしょ、こんな感じで根っこ付きでね、抜くようにします。はい、はい、ちょっとどんどん抜いていきます。よいしょ、はい、こんな感じで、はいはいはい、抜いていきます。はい、じゃがいもってこんな感じになってます。この細かいのが、これがじゃがいもの根っこですね。でここに白いのがこう今3本ぐらい出てるんですけど、4本か出てるんですけど、これがストロンと呼ばれる地下茎、地下の茎で、このストロンの先にちょこんとなってるのが、これがじゃがいもの赤ちゃんで、ここにでんぷんが溜まってじゃがいもになります。なので地下の茎にじゃがいもができるので、じゃがいもは茎を食べて、そしてさつまいもは根っこが太るので、さつまいもは根を食べると言われるのはこういうことです。はい、今回ちょっと多いんで、どんどん抜いていきます。よいしょ。何本今ん、これで、はい、これで、あ、もう2つまで、うん、はい、こんな感じで、残したのが2本になります。はい、はい、これを今後育てていくんですけど、こうやってふにゃっとなってるので、株元に土を寄せて茎が立つように、はい、こうやって土を寄せてしっかり茎が立つようにして、これで芽かき、これは完成です。はい、はい、それではマロさんやりますやりますかやりましょう、はい、やりたい方どうぞ。はい、はいはいはい、それではマロさん芽かきします。これはトカチコガネ、トカチコガネですね、はい、まあこれぐらいの大きさだったら、そうだね、このぐらいだったらもう芽かきしていいと思います。はい、じゃあ現状どうですか。はい、これが1、はい、これが 2, 2で、これが3で、4、5かな、5、6、6ある、うん、はい、はい、じゃあ3、4本抜いて、はい、で2本にします。はい、はい、どうぞ。じゃあですね、うん、小さいからやつからまず抜いていったら、じゃあまあちっちゃいのから抜いていきます、うんうん、はい、じゃあこの辺は抜きます。よっと、深く指突っ込んでいけた、はい、ああいけたね、はいはい、こんな感じですね、はい、そしてまあこれも抜きますね。よっ、はい、でこれは近いかな、もう近さよりも、あの、これでもね、育ちのいいやつ全部同じぐらいですこれはこれは本当に全部同じぐらいでしょ。そうやね、はいはい、じゃあ どれか抜いたら、これとこれじゃないですか、残すのが、うん、うんうん、じゃあそうしよう、はい、そうしますね、はい、じゃあこれをとりあえず抜きましょうか。これ抜いていいんですかそれはいいですか、大将の心一つですよ、はい、抜きますよ、はい、どうぞ。よ、いけた、はい、で、あと1本やね。よっ、よいしょ、いけた、あ、なんか糸引いてますね、ほんまや、何それ、わからん、あ、根っこすごいね、そうですね、そんな綺麗な根っこがあるんや、はい、あ、もう1個ありました、はい、あ、ほんまや、え、はい、そんな感じで、2本残りましたね、この2つ、うん、はい、それを、はい、じゃあ株元土を寄せて立たせておきます。はい、この株の芽かきはこれで出来上がりです。はい、はい、できました、できました悪戦苦闘中です、ほぼほぼ同じです、これほらどうしたらいいんでしょう、はいはい、うまくできてるやん、よし、あ、ええ音したよ、いいね、あ、うんうん、今回アンデスレッドめちゃくちゃ芽が出てるね、そうですね、はい、あ、いけてるいけてる、はい、行きましょう、はいはい、いけるいける、はい、どんどん
はい、どんどん。これも結局抜くんですね。はい、はい、よいしょ。どうしようかな、これが3本ひっついてたのか腰伸ばし出した。腰が痛いですこれとこれにしましょうか。ああ、そうする。はいはい、じゃあもうあとは簡単やね。はい、どんどん。はいはい、じゃんじゃん。はい、あ、抜けた。あ、ちぎれた、ちぎれた。はい、できました。はい、できました。はい、疲れた。はい、こんな感じだったのが目かきをして、はい、こうなりました。はい、なんとかできました。はいはい、私たちは筋力アップ200倍希釈と、そしてにがり1000倍希釈を混ぜたものをこうやってかけておきます。筋力アップとにがりは一緒に混ぜて使っても大丈夫です。そうですね、この辺はあんまり気使わなくても大丈夫なんで使いやすいですね。かけりゃいいっていうことで、ね、追肥するの忘れてました、はい、なんか忘れるよね、いつも忘れる毎回。だから忘れないようにって言ってるのよね誰が、え、誰が誰に。いやいや、誰とは言えませんけどいやいや、はい、土寄せしたところの周りにパラパラっと軽く追肥しておきます。はい、使っている肥料は元肥追肥とも同じ長岡有機5号という有機化成肥料です。じゃがいももアブラムシが来ますので、アブラムシ対策としてニームスプレーをしておきます。じゃがいもはよくモザイク病にかかったりするんですけど、モザイク病っていうのはもうアブラムシが原因なのでしっかりやっておきます。どの野菜もそうなんですけど、ニームを効かせるコツとしては、栽培初期から、もうとにかく栽培初期から週に 1,2 回継続して吹きかけることが大事でして、それさえやっておけばアブラムシは見なくて済みます。で、じゃがいもの場合はこの芽かきをしたタイミングで、まず1回やっておくっていうのが大事だと思いますので、ここでやっておきます。私たちが使っているニームオイルに関しては、こちらの動画をぜひご覧いただきたいんですけど、原液を買いまして、それを1000倍に薄めて使います。ニームはすごく臭いとかね、効きが悪いっていう、まあ、類似品たくさんあるようなんですけど、私たちのはハーブのレモングラスを配合してくれていますので、全く臭くなくて、むしろ爽やか系の香りがします。で、私たちが使っているやつは1000倍に薄めて使いますので、まあ、これ 1.5 リッターですけど、まあ、1リットルぐらいの希釈液を作るのにかかる費用は、送料を入れても、あ、これネット販売のみなんですけど、送料を入れても30円ぐらいで、作ることができますので、原液を買って1000倍に薄めてで使うっていうのがすごくお得だと思いますので、まあ、安いからね、ジャバジャバも使うことができます。はい、はい、それではこうやって、あ、これはダイソーで売ってる加圧式霧吹きペットボトル用っていうね、ダイソーの園芸コーナーで売ってる500円商品です。それを手持ちのペットボトルにつけて、使っています。はい、こんな感じでバーッとね、全体的にかけていきます。ニームをご存知でない方はぜひ、もう動画はもう必見ですのでこれからジャガイモだけに限らず、各野菜全部にね、アブラムシ対策っていうのはもう必須になってきますので、必ず、見ておいていただけるといいかなと思います。ニームオイルはそうですね、ジャバジャバかけても大丈夫ですし、うん、そうですよね、食べるのに全く影響はないんですよね。これは本当に安全なものなので。で、臭いやつっていうのは家庭菜園で臭いっていうだけで、うん、継続して使うのがちょっとしんどくなってくるので、臭いものを使わないようにしています。はい、できました。はい、はい、芽かきが終わりました。この抜いた芽を刺しても芋はできます。これをね、そのまま刺し芽をするんですけど、今年はもうちょっとやりませんけど、去年や一昨年はやって、もう普通の大きい芋ができましたよね。そうですね、こうした種芋から栽培するやつよりいいかは、まあ、個数は少ないですけど、普通の大きい、普通の芋が取れましたので、はい、こうした刺し芽をして芋をさらに増やすっていうのもいいかと思います。はい、そのやり方に関してはこちらです。
という感じで最初しおれがちになりますので、1週間から10日ぐらいはもう毎日のように水をしっかりやって、で活着したらもうあとは普通に栽培するだけで同じような芋が取れますので、興味のある方、あと場所に余裕がある方などはやってもいいかなと思います。そうですね、はい、というわけで芽かきの作業ができました。この後の作業はこれから1ヶ月後ぐらいですかね、ゴールデンウィークぐらいかな、だいぶ草丈が伸びてきた頃に追肥、そして土寄せ、今度はしっかりした土寄せですね、それをやって葉が倒れないように支柱をして支えたりする作業をしたいと思います。今日もご覧いただきましてありがとうございました。また動画見てくださいね。たくさん作ってたくさん食べるぞ頑張りましょう。チャンネル登録お願いします。